韓国山林町は寒温度高木群での山火事が発生から13時間で沈下に向けた最終段階に入った。山林当局は4日午後7時17分に発生した山火事について、13時間後の午前8時25分、火元を捉え人力を投入して残り火の沈下に入ったと明らかにした。火は秒速15メートル以上の強風に煽られ、 住宅125棟、倉庫6箇所、ビニールハウスごとを飲み込んだ。この家庭で一人が死亡し、4000人以上が被災した。山林は250ヘクタールが焼けた。山林当局などはこの日、日の出と同時にヘリコプター -24 機と人材約1万人を集中的に投じ、沈下作業に入った。 消防当局などは平和月が爆発して山火事が起きたとみて、正確な事故原因を調査中だ。